ターシャ・ダンバースは、イギリスの陸上競技選手。400メートルハードルを得意とする選手で、2008年北京オリンピックの銅メダリストである、ランベスロンドン特別区出身。ダンバースは、南カリフォルニア大学在学中は、パシフィックテン・カンファレンスの100メートルハードルや、総高跳びなどで、数多くのタイトルを獲得していた。1999年には、 セビリアの世界選手権の400メートルハードルに出場したが予選で敗退。2000年にはシドニーオリンピックに出場、決勝に進出し8位となっている。オリンピック翌年の2001年のユニバーシアードでは金メダルを獲得している。2002年にはコモンウェルスゲームズで7位、ヨーロッパ選手権でも7位という成績を残している。ダンバースは 翌2003年にコーチと結婚している。2004年はオリンピックイヤーであったが、ダンバースは出産のため出場することができなかった。これに対し、ダンバースに対し批判が寄せられ、もう競技に復帰しないのではないかと囁かれたが、2006年に競技に復帰。同年のコモンウェルスゲームズでは、2003年、世界チャンピオンのヤナローリンソンに次いで金メダルを獲得。 また、ヨーロッパ選手権では7位となっている。2007年の大阪で開催された世界選手権では4回目の世界選手権で初めて決勝に進出。8位となっている。ダンバースは2008年シーズン当初はアキレス腱の故障と太ももの肉離れのため不調であった。英国選手権では自己ベストよりはるかに悪い57秒00で2位に終わる。しかし、 ダンバースは優勝したシェイクス・ドレートンに代わり北京オリンピック代表として選出される。これに対し多くの批判的な意見が寄せられた。北京の決勝レースではダンバースは7レーンを走りホームストレートに入ってきたところでジャマイカのメレーン、ウォーカー、アメリカのシーナ・トスタに次いで3位に位置していた。最後、 後方から追い上げられるも3位をキープし、自己ベストとなる53秒84で、銅メダルを獲得した。ありがとうございます。